キチャンネル。ちょっ。こんにちは。さあ今日はセリーグ覇者のヤクルトです。はい。もう課題とかないけどね。圧倒的強さでしたからね。でも今年のヤクルトが優勝できた最大の理由を短く述べよう。はい、村神様のおかげです。まあそうなんだけど、はい、そうじゃないやつ、そうじゃない、そうじゃないやついいですか。そうじゃないやつですか。ああ、そうじゃないやつ、そうじゃないやついいですか。はい、そうじゃないやつ、うん、簡潔に、簡潔に、簡潔に、一言で、一言で、うん、理由を一言で、バランスがいいチームでした。そうだ、なんかそういうイメージでした。はい、チーム防御率4位、チーム防御率4位だけど、その分でも打線で補うし、はい、じゃあ言います。はい、佐々木的今年の最大の要因は、交流戦優勝です。あー、そこか。あ、確かに14勝4敗、貯金10です。はい、あ、そんな作ったんだ。だから今年のヤクルトは貯金が21なんですよ。はい、だから約半分交流戦の貯金です。でそれで一気に上がっていって、はい、っていうね。で、うん、はい、もう一つある。はい、もう一つ、最大の村神様じゃなくて、はい、マイナスをプラスに変えたっていう。あ、高津さんの絶対大丈夫っていう、そのメンタル、それ去年でしょ。あれもこれ去年か。今年なんか高瀬言ってませんでした。はい、今年のね、はい、裏だからかっていう要因は、はいはい、オープン戦再開です。あ、巨人とヤクルトが再開、再開でしょう。はい、だから再開は2位3位は絶対ないんですよ。はい、優勝か B クラスなんですよ。うん、で8割が B クラスなんですよねっていうデータ出しましたね。出したね。はい、ただ最下位だった巨人とヤクルト、はい、ヤクルトが優勝で、はい、巨人が B クラス。わあ、ぴったり当たってる。はい、はい、だからこの交流戦再開、うん、だからもう来年はもう交流戦再開のチームでも B クラスもあるからね。そうそうそう、大体 B クラスなんで確率的には。そう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 、うん、だからこれもあるよね。はい、里崎が見つけた法則ね、うん、もあるけども、はい、まあ、全体的にはやっぱり村上がね、うん、三冠王で頑張ったっていうね、はい、俺はやっぱ今年の一番の村上の頑張りの中での感動は、はい、コロナであんだけ離脱している選手がいる中で、うん、あの時もう大型に負けたけども、はい、村上一人でホームラン打ちまくったっていうね。いや本当あれはなんかすごかったね。なんかそうですね、うん、なんか頑張ってるなって、引っ張っていくみたいなね、うん、感じが見えたのは、うん、あのすごかったし、最後らへんね、はい、調子60打席ぐらいホームラン打てなかったけど、うん、まあ、やっぱり村上も人間なんだなっていうね、はい、ところの人間味も見れてね。いやでも最後の最後の打席で1本打ったじゃないですか、うん、あれがまたなんかすごいなと思いました。そうだね、うん、でも俺はねあれをね EDA も褒めてやりたいね。ああそうですか、あのピッチャーがね、全球まっすぐで力勝負したから、はい、そこは男気あるよね、うん、打たれたとはいえね、まあ順位は決まってたわけだからね、はい、DeNA も、うん、その中で自分の得意な球種がストレートやと、はい、でそれで村上を打ち取りに行くと、うん、っていうのを姿勢を見せた EDA も俺は良かったと思うけどね。でもあれですね、あのシーンってきっとずっと使われるじゃないですか、うん、で入江投手も結構ずっと残るじゃないですか、うん、あの56本目とか、うんうんうん、はい、あれってどうなんですかね。嬉しいじゃないですけど、それはもう嬉しくはないよね。嬉しくそうですよね。だから俺最後優勝が相手の優勝が決まるとかの時に、はい、うん、絶対最後の打席になりたくなかったもんね。絶対使われるから。そう、はい、あの三振とかしててこうねあれすると絶対そこ疲れますもんね、うん、だからもう絶対、だから俺、ね、交流戦2007年のクライマックスシリーズ、はい、俺9回ツーアウトで回ってきたの、うん、はい、もう俺が打ち取られたら終わりっていう、うん、ピッチャー多分俺の記憶が確かだったらグリーンだったのよ、うん、はい、苦手グリーン苦手な、うん、打てたからねヒット。おーすごい、あの最後の打席になりたくないっていう思いで。そうですよね、残り使われるからずっと。そうなんですよね。だって、佐々木朗希の完全試合なんて、はい、杉本永遠使われるから。そうですね。だってあの牧原さんの完全試合も、はい、最後ずっと使われてんだから、はい、バッター。あとあのバックスクリーン3連発とか牧原さんめっちゃ使われますしね。そんなもん嫌だよ、ずっと使われる、ヘボいと思われちゃうじゃん。いやでもあえてあの時こうだったっていうので、あのこうもう OB になってから呼ばれたりするじゃないですか。あのシーンどうだったんですかとか。打たれた方呼ばれないっしょ。そうですか。うん、そう、打ち取られた人、はい、打ち取られた人、そうか、呼ばれないか、打った、打たれただと呼ばれるけど、はい、
抑えた抑えられたは呼ばれないと思う。そっか、うん、しかもそいつ一人の問題じゃないじゃん、はい、抑えられたのは、まあ、そうですね、うんうん、そりゃ嫌だよ。でもあの対決っていうのはまあいいものがありましたね、うんうん、でもチーム打率そんな高くないからね、2割5分だからね、セリーグ3位よ。あ、そんなもんなんだ。でもやっぱりね、ダントツでホームランがね174本って多いっていうね、うん、はい、でしっかりね、得点も619で得点も一番多くて、はい、うん、だからもうすごいよね、打点も唯一の600点台だからね、うん、はい、だってヤクルト174本じゃないですかホームラン、うんうん、これ村上選手の56本抜いたとしても、うん、100本以上打ってますからね。そうだね、うん、結構いい。だからこういうことが言いたいの、ヤクルトの村上を抜いたとしても、うん、はい、あの DeNA、中日、阪神、広島のチーム全体よりも多い本打ってますよっていういやいや別にそういうことが言いたいわけじゃなくて、でもだからやっぱオスナ、サンタナね、どう、うん、でまあ塩見もね、はい、よかったですね、良かったしね、うん、だから村上選手だけじゃないよっていう、ね、まあ、うん、そうそう、チーム全体がね、うん、まあ、うまく回ったなっていうところもあるしね、出塁率が3割1分8厘でダントツ1位だからね、うん、長打率も4割1分、ここら辺すごいよね。塩見選手今年すごい効きましたよね、うんうん、でしかもフォアボール442でダントツ多いからね、まあ、もちろん村上が歩かされてるっていうね、うんうん、ところもあるけども、はい、やっぱこれで出塁してその後のね5番誰が打つかっていうところでね、うん、オスナとかね、はい、サンタナとかね、うん、っていうところがしっかり返せたっていうところもね、うん、大きかったね。 CS とかのオスナ選手の活躍すごかったですもんね、うん、で先発がね、はい、ちょっと防御率が 3.84 と、うん、ワーストなんだよね、はい、セリーグ、うん、でもリリーフが 3.08 と、はい、リリーフ良かったね、田口ね、うん、満塁男ついてるね、はい、満塁になったばっかり出てくるけどね、うん、であと清水で、まあ、今年はね、はい、膝がね、はい、制球団から甘め投げてツーシームで動かしていくって、ねうん、なったし、うん、でまあ日本シリーズで打ったらマクガフね、うん、であのリリーフは久保のね、はい、左も出てきたしね、うん、でその大西とかね、はい、もう良かったし、ねうん、だからまあ全体的にちょっとだからね先発がちょっと頑張ろうかな、はい、来年は、うん、そう奥川投手いなくてですからね、うん、そうだね、うん、まあでも去年もそんな言うほどでしょ、9勝だったっけ、去年9でしたっけ、うん、そうですね、そのぐらいだったと思うんです。でもやっぱあの勝ち頭になっていくんじゃないかって一番期待されたピッチャーが、うん、まるまるねいなかったって中で、うん、だって今シーズンも10勝いないからね。そうですよね、サイスニードが9勝6敗、うんうん、で、小川が8勝8敗、うん、木澤が9勝3敗だから、ね、9勝してるんですね貯金6個作ってる、すごい。原樹里8勝7敗、はい、高梨7勝9敗、うんね、で西川雅則投手も6勝4敗で貯金作ってますしね、うん、で高橋奎二8勝2敗と、あ、小川投手8勝8敗なんだ。そうだから全体的にめっちゃ勝って貯金作ってるっていうピッチャーはいないわけよ。高橋奎二投手が一番多いですか。そうそう、でも最後ねちょっとねあの、うん、怪我もあったりしながら10勝できなかったっていうところでね、うん、先発もちょっと頑張ろうかな。そこは尽くしたらなんかもう、そうそう、だってリーフにはね石山、うん、清水、はい、ね、木澤、うん、で田口、マクガフ、今野投手がいます、うん、で大西、うん、コールね、うん、久保、はい、っていうところがね、うん、良かったしね、はい、だから先発がだから、まあ、ルーキーの吉村とか、うん、あと小沢 ね、 小沢ね、うんうん、とか、まあ、今年なかなか勝ち星上げれなかったけど金久保とかね。そうですね、うん、金久保投手出てきてほしいな、うん、が復活ね、うん、してきたりこの頭数に入ってくれればね、はい、であと山下ね、うん、終盤ちょっと投げたね、はい、だからそこがもう先発これ厚めにしたらもう最強だね。そうです、でも吉村投手入るじゃないですか。そうそうそう、新人王だからね、はい、来年あっていう予想ですね。そう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 、うん、いい感じよね、怪我なくね、はい、だからちょっと先発がうまくはまればもう、うん、もうそこだけだね。そうですね、うん、これでなんかだが悪くなるっていう想像がつかないですしね、うん、あとちょっとあの一つだけ気になるのは山田だね。あ、まあ、今年も2割4分3厘ホームラン23本65、盗塁10とちょっと率がね、はい、こう近年、うん、下がってきてるからね、うんうん、昨年2割7分2厘ホームラン34本、はい、去年すごかったね、うん、だもうちょっと打率だから21年ぐらいの2割7分ぐらいには来てほしいよね、はい、であともう村上でショートはね、うん、長岡がハマって、はい、でファーストオスナ、うん、で塩見サンタナ、うん、で外野はね、まあ、青木も出るかもしれないし、はい、丸山とかね、うん、あとは山崎幸太郎とか、うんまあ、いろんな選手がね、はい、出ていけばちょっと盤石だね。でキャッチャーも中村、うん、で内山いて、うん、
そうですね、キャッチャーも若手があんだけ出てくるっていうところでまた厚み増しましたよね、うん、だ唯一の課題も先発だ ね、 そうですね、ここがちょっと圧倒的な人が出てくれば、うん、はい、もう完璧だね、完璧ですね、うん、どこも弱点がない感じが、そうだね、うん、だからそこもうそこができれば3連覇よ、はい、だからまあやっぱ安泰のような気がするな、そうですね、うん、よく最下位から連覇しましたね、そうだね、本当すごいです、ね、でももうまあ塩見が配当してきたっていうところも大きいし、うん、やっぱオスナ・サンタナの加入は大きいよ、このセ・リーグで外国人2人がうまく回ってるところ、ヤクルトだけだからね、はい、そうですね、うん、確かに今年なんか球界通してあんまり外国人ってめちゃくちゃ活躍した人いないですもんね、そういった面では、はい、これちょっと安泰っぽいね、うん、でも先発がちょっとバタバタって崩れたらリリーフの登板肩で疲労でバタバタって崩れる可能性あるから、はい、今のリリーフの強靭なのを保たなきゃいけないね、うん、そのためにもうちょっと先発頑張らせてリリーフもちょっと休ませれるようなローテーションを組んでいかないと、うん、はい、登板型になって疲労度マックスになるから、うん、まあ、先発の頑張りは必須だね、そうですね、うん、はい、あとはもうそのままで選手がもう普通に、そう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 、普通にね、うん、やれればやってくれればって感じ、はい、ちょっと強そうだね、強そうですね、はい、はい、ちょっと資格が見当たりません、うん、はい